はいさーい。いやー、久しぶりの投稿になってしまってすいません。本当に先月に至っては3本しか動画出せてないっていうね、過去最悪のペースになってしまったわけなんですけれども、1ヶ月ぐらい前にですね、僕こちらの機種を購入するという動画を出したかと思います。じゃーん、α6600 ですね。はい、こんな感じで、まあ見た目はね、今までの6000番台とあまり変わらないっていう感じがするんですけれども、グリップがね、すごい深くなって握りやすくなったんですよ。α6400 とか、今までの既存の機種だとこのぐらいの位置までしか握れなかったんですね。それがここまで握れるようになって、かなり使いやすさは向上したかなという感じでございます。まあただですね、僕がこの機種を買った理由っていうのはそこじゃないんですよね。一つにはバッテリーが大きくなったっていうのがあります。バッテリーがね、大きくなると単純に容量が大きくなるわけですので、電池の持ちが良くなるんですよね。こちらが、α6400 とか6500とか6300とか、そういった既存の、6000番台に使われていた電池です。で、こっち側がですね、今の新しくなった α6600 用のものなんですね。通称50と100っていう風に言われてるんですけれども、まあサイズ感見てわかる通りにね、圧倒的にバッテリーが大きくなったので、電池の持ちはすごい良くなりました。もう体感で言ってもね、2倍近く電池の持ちが良くなったのかなっていう感じがしますね。この1ヶ月ぐらい使ってみて感じたので、まあ間違いないかなと思います。で、もう一つ、これが一番重要なポイントなんですけれども、手ブレ補正付きで画面がこっち側を向いてくれるっていうね、まあ要するに画面がこうパカッとひっくり返ってこうなるわけなんですけれども、手ブレ補正がついていて画面がこっち側にひっくり返るということは、ビデオブログに最強の機種であるというね、そういう大体まあ予測が立つわけなんですよ。それで発売前からかなりこちら注目を集めてですね、で僕もまあやっぱりそこに魅力を感じてですね、α6400 普段使ってたんですけれども、そちら手ブレ補正が入ってないですので、まあ、手ブレ補正ありのこちらの方がいいかなということで、ちょっと値は張ったんですけれどもね、こちらの方を追加で購入しました。で、α6400 といろいろと併用してこう使ってみたんですけれども、まずですね、一つ言えることは、基本的な性能は一緒ですので、出てくる絵っていうのは、もうほぼどっちがどっちか、ほぼというかもう見分けつかないぐらいですね、α6400 と6600の写りは大体同じような感じです。で、手ブレ補正に関してどうだったかというとですね、これがまたですね、とんだ期待外れでした、今回に関しては。前から知ってたんですよね。僕、ソニーずっと使ってるんで、ソニーの手ブレ補正って非常に質が悪いっていうのは、まあ、前から知ってたんですよ。例えば、オリンパスさんとかね、それから、パナソニックさんですね、GH シリーズですね。あのあたりなんかはね、本当にびっくりするぐらいの手ブレ補正が効くんですよ。同じ5軸手ブレ補正なんですけどね、こちらと。もう圧倒的にこちらの方がね、数段分力が弱いです。要は、ブレます。かなりブレます、手持ちで。α6400 が手ブレ補正なしなわけなんですけれども、それにちょろっと毛が生えたぐらいっていう風に、考えてもらえるとね、一番いいかなと、わかりやすいかなと思います。で、僕今これ撮影に使ってるものが α6400 ですので、こちらと α6600 をですね、手ブレ補正どのぐらい効いてるのかっていうのを比べてみましたので、ちょっとそちらの映像をまずご覧ください。さあ、皆さんお待ちかね。2つとも条件を揃えて手ブレ補正の比較をしてみたいと思います。両方ともグリップをつけて両手で持ってすり足、半ジンバル歩きみたいな状態で撮ってます。それではまず α6400 から。まずはこちら α6400 とシグマの 16mm の組み合わせ。ボディ、レンズともに手ブレ補正なしですので、結構やっぱりブレますよね。と思いきやですよ。こちら α6600、ボディ内手ブレ補正ありなんですけど、同じぐらいブレてるような気がしませんかね。並べると右の α6600 の方が、まあ、少しだけ上下のブレが抑えられてはいますね。しかし α6400 に毛が1本生えた程度、この1本の毛に5万円払うのかっていうところが購入時の大きなポイントになりそうです。まあ僕なら α6400 買って浮いた5万円でシグマの 16mmF1.4 と防湿鋼1つ買って、さらに余ったお金で吉牛のうなぎ丼を食べますね。基本的にこの手のタイプのカメラは写真機を想定して作られているので、歩き撮りの手ブレ補正機能というよりは、写真を撮る際に足を止めて望遠で遠くを狙う時などを想定して設計されているんだと思います。続いて自撮り歩きは α6600 に明らかに軍配が上がると思います。これはですね、理由があって、自撮りしながら歩くときって基本的に縦ブレがほとんどなんですね。で、この手ブレ補正機能でしっかりと縦ブレは補正がされているので、まあ、やっぱり α6600 の方が軍配が上がるっていう感じになりますね。
はい、ということで皆さんいかがでしたかね。あまり納得のいくね手ぶれ補正ではないのかなって正直思った方も多いんじゃないでしょうか。まあ実際に6400使ってるとですね、こうやって例えばまあ手ジンバル手でこうやってずーっとこうブレないようにやってもですね、やっぱかなりブレちゃうんですよ、6400の場合。ただこの α6600 の場合は、そういう時でもまあピタッとこう止まりはするんですけれども、まあ思ったほどの強烈な手ブレ補正は効かないかなっていうのがまあ、うん、結果的な印象ですね。で、もう一個 α6600 に関してものすごく大きな不満点があります。これは α6400 と α6600 両方持ってる人しか気づかないことかなと思うんですけれども、 α シリーズの APS-C 機でビデオブログを撮影する人って大体ね、レンズは SIGMA の 16mmF1.4 っていうレンズを使うんですよね。これが本当に優れたレンズで、 F1.4 っていう明るさで 16mm の広さがありながら、値段がね4万円前後くらいで買えちゃうんですよね。安いんです、かなり。で、写りも本当に凄まじく綺麗で、α6400 で使ってる限りでは、本当純正と変わらないぐらいオートフォーカス速度も速くてですね、迷いもしないという、もう正確なオートフォーカスで、まさに α6400 の、相棒と言えるレンズだったわけなんですよね。で、まあ、ただですね、α6400 で使う場合は、当然、レンズにもボディにも手ぶれない補正が入ってないわけですので、まあ、そのあたりっていうのはね、手持ちで撮影するときはかなり苦労しました。こちらの α6600 になれば、ボディ内手ぶれ補正が入ってるわけなんで、SIGMA の 16mmF1.4 をつけてもですね、手ぶれせずに運用ができるかなっていうふうに、すごい僕は期待をしていたわけなんですよね。で、いざこちらの α6600 に、SIGMA の 16mmF1.4 をつけて使ってみるとですね、ピントの精度がめちゃくちゃ悪いんですよ。このあたりはね、どうしてなのか全然わかんないんですけれども、α6400 ではピントがバシッとくるところも、α6600 だとすごい前後して迷ったりとかですね、かなり難しいです。こう、顔面検出なんかもね、あんまり上手にできなくてですね、α6600 に、SIGMA の 16mmF1.4 相性がすごく悪いということで、まあ、このあたりはね、残念なポイントですよね。まあ、使ってみてのね、感想っていうのはそんな感じです。細かいレビューするにも、至らないかなっていうぐらい、ちょっと僕の中ではあまりいいカメラだとはちょっと言えない感じの結果になってしまいましたね。まあ、ただですね、朗報的な側面で捉えると、α6400 ってね、新品でもね、10万円切る価格で手に入れることができるわけなんですよね。で、対してこちらの α6600 っていうのは、まだ全然16、7、8万とかいくようなカメラになっておりますので、かなり金額差に開きがあるんですよね。で、まあそうなった時に α6400 買うか6600買うかで迷う人もかなり多いかなと思うんですけれども、値段差ほどの性能差があるかと言われると全くないんですね。なので、予算が厳しい方は α6400 でももう十分かなというふうに結論付けていいかなと思います。もちろん手ブレに関してはやっぱり α6600 よりは全然手ブレはするんですけれども、まあ α6400 で十分かなっていうふうに思うのが正直なところですね。で、手ブレ補正なしでもですね、16mm ぐらいの画角で F 値が 1.4 あればですね、背景がほとんどボケちゃうので、背景がボケてる状態でこうやって自撮りしながら歩いてるとですね、あまり手ブレって目立たなくなるんですよ、実は。なので、一人でビデオブログやるとかだったらもう全然 α6400 で十分です。で、まあカフェとか行ったらね、こういうミニ三脚なんかに立ててこうテーブルに置いてですね、美味しい美味しいとかってやるわけですので、基本的に手ブレ補正ってそんなにいらないものなんですよね。一番手ブレ補正が必要になる場面っていうのは正面を向けて歩くときです。どうしてもね、前を向けて歩くとこう像がジャンプしてしまいますので、かなり手ブレが目立っちゃうんですよね。そういう使い方をね、あまりしないのであれば、もう α6400 で十分かなという感じがします。よかったですね、皆さん無駄に高いもの買わなくて済みそうですよ。まあこれはちょっとネガキャンみたいな感じになってしまったんですけれども、実際に僕が1ヶ月ですね、毎日ビデオブログを撮り続けて気づいたことです。はい、まあまとめると α6400 と α6600 値段差でいうと 1.78 倍あるんですけれども、性能差でいうと 1.2 倍程度の性能差だと思います。で、写りに関して言うとですね、画質なんかに関してはもうほぼ同等です。全く同じと言っても過言ではないかもしれません。お金に余裕がある人は、α6600 買ってもいいかなって感じです。皆さんのね、購入の参考になればなと思います。はい。それでは、See you!